アミーガ。アミーガ、アミガもしくはアミーガは、1985年にコモドールより発売されたパーソナルコンピューターである。1980年代後半から1990年代初頭にかけて、主に欧州市場において人気を博したパソコンである。その利点は強力なグラフィック機能であり、特に 3DCG やビデオ映像がまともに扱える。 唯一のパソンであったため、映像制作者、メガデモ制作者、アーティスト、ゲーマーなどに熱狂的に受け入れられた。1987年発売の廉価版、機体アミーガ500は、欧州のゲーマーの指示を受け、ゲームコンソールとして様々なゲームがリリースされた。ハイエンド版機体は、プロの現場でも利用され、アミーガを利用して制作された CG や映像作品が、 当時のテレビに多く登場した。ミカウスに搭載されたデスクトップ環境であるワークベンチは1985年の時点で先進的なカラー表示のウィンドウシステムを実現しており、これを GUI ならぬ無意、マジクザーインターフェースと称した。プリエンプティブマルチタスクを実現した史上初のパソコン用 OS である。当初は CPU に モトローラの m g 六万八千を採用した十六ビットマシンだったが、その後六万八千二十点六八零三零六万八千四十を採用した三十二ビットマシンも発表された。アミーガシリーズのトータルでの販売台数は、北米では七十万台程度と振るわなかったが、一方で、イギリスで百五十万台、ドイツで百三十万台、イタリアで六十万台など、欧州各国で、 高いセールスを記録している。中でも最大のヒットとなったのがアメーガ500、通称 A500 で、ドイツだけでも100万台以上のセールスを記録している。ライバル機となるホビーパソコンのあたり ST と激しいシェア争いを繰り広げたが、1990年代になってゲーム機やマッキントッシュや IBM PC、a t 互換機に性能面で追い抜かれてしまい。 マーケティングの失敗もあって1994年にコモドール社は倒産してしまった。シリーズ総計で600万台ほど販売されたと推測されている。もともと当たり社のゲーム機当たり2600の開発に関係しており、後に当たりリンクスや 3DO のハードウェア設計を手掛けるイマイナー他のスタッフがゲーム機専用ジョイスティック開発を隠れみのとした MIGA 社を設立。 本業が司会の十数名の投資家グループから援助を受けつつ新型のゲーム機として元々開発したものが初代のアミーガ戦である。コードネームはロレーヌ。しかしどんどん機能が肥大して汎用コンピューターと化したロレーヌの開発終了後販売のための資金が底をつく。アメリカは当たりショックの余韻もあり、投資家グループはこれ以上のアミーガ社への資金援助は 危険だと判断する。開発人はもともと関係が深かった当たり社のパソコンゲーム機部門が分社化された当たりコープ以下当たりに販売を持ちかける。しかし当たりは当時新型16ビットコンピュータ当たり 520ST の発売前であり、この話は実現しなかった。ここで販売を申し出た会社がコムドールだった。 パソコンメーカーは16ビットコンピューターへの製品の転換期を迎えていたが、コモドール64で市場を制覇した8ビットパソコンのオスコモドールには次世代機がなかった。これらの背景として、コモドールの株主と対立して追放されたコモドール、創業者のジャック・トラミエルが代わりに、あたりを買収し、業界への再参入を拡作しており、そのために、 当たり社内で進行中のプロジェクトをすべてリセットし、一方でコモドールの開発者を全員当たりに引き抜いて新型コンピューターの開発に当たらせているなどの裏事情があった。コモドールとしては渡りに船とのことで、ここでアミーガ社の新型コンピューターロレーヌはコモドールで販売されることとなる。またコードネームロレーヌを排してアミーガというブランド名に変更となる。 1984年冬のコンシューマーエレクトロニクス、ショーにて、紅白の市松模様のボールが跳ね回る様子が、リアルタイムでアニメーションされる、でも、通称、ボイングボールが披露され、衝撃的なデビューを飾る。ボイングボールは、現在に至るまでアミーガの象徴とされ、コモドールの倒産後は、ロゴとしても採用されている。1985年、 最初の製品アミーガ1000がリリースされた。同年に、ライバル機あたり 520ST もリリースされ、この2機種が、ホームコンピューター市場を接見する。8ビット時代には、コモドールあたりと並ぶパソコンを3夜の一角として、Apple2 を販売していた Apple 社も、これら2機種への対抗場として1986年に、Apple2 を16ビットシュグラフィック機能強化したを、投入し、 1980年代の16ビットホビーパソコン市場は、この3機種によるシェア争いとなった。ミディポートと高解像度モノクロディスプレイモードを搭載して、ミュージシャンやカナダドル方面に気があった、アタリー ST に対し、アミーガは CG 制作者や映像制作者に人気があったが、アップル EX は人気の面で、アミーガやアタリー ST に遅れをとっていた。ちなみに、 アップルが1984年に発売したマッキントッシュは白黒に地表示しかできずビジネス市場も視野に入れた高性能機種として位置づけられておりアミーガなどと競合するホビーパソコンではなかった。1986年頃後に日本の代表的なアミーガユーザーの一人となるミュージシャンの平沢進がアミーガ上で動作するジャグラーと呼ばれる メガデモに出会っている。この頃からアミーガに個人的な興味を持ち始め、1988年前後にアパートの一室で営業していた販売店で積み上げられていたアミーガ1000の一つを購入し、自宅での個人使用を開始している。この当時はまだパソコンの使用方法に関する情報が乏しく、特にアミーガに至っては日本で全くと言っていいほど知られておらず。 さらには本体に付属されるべき説明書すらない中で組み立て時から試行錯誤しながら使用方法を徐々に習得していったという。アミーガを使用したパソコン通信接続も試みている。1987年には廉価版のとハイエンド版のアミーガ2000がリリース。アミーガは倒産まで廉価版とハイエンド版の日本柱でリリースされた。ゲームパソコンとして人気ゲームや ジョイスティックと共に購入されることを前提で販売された Amiiga500 はゲーマーに好評を受けたが699ベイドルと電化ながら使いやすい GUI による OS 搭載していたため初心者ユーザーの支持も大きかった。1990年には OS がバージョン2にメジャーバージョンアップし高性能な ECS チップセットと MC68030 を搭載した。 アミーが3000をリリース。売れ行き的にも絶頂期を迎え、あたり ST を圧倒するが、一方でこの頃から、ハードウェア性能が、マッキントッシュや PC、AT5 換気に追い抜かれる。北米では、ビジネスユースで圧倒的なシェアを得た、PC、AT5 換気が、ホームコンピューターの市場を食っていたこと、おもちゃ屋で安売りされるなどのコマドウ64以来の、販路が、ゲーム機並みの玩具。 ソコンとして敬遠されたこと、趣味でデスクトップムービーを扱うような層が欧州に比べて限られていたことなどから、この頃からはアミーガの市場はほぼ欧州のみとなっていた。世界的にシェアを持つモトローラ系のメジャープラットフォームは Mac のみとなり、モトローラが Mac のみに注力するようになったため、アミーガなどには最新の部品 MC68040 など、 ががが供給されなくり、ますますす差が広がった。1991年、フィリップスが企画を制定したマルチメディア機である CD-i プレイヤーに対抗して、アミーガ500のハードをそのまま流用したコマドを CDTV をマルチメディア機として売り出しが商業的に失敗に終わる。ちなみに CD-i も失敗している。また同年、アミーガ500の改良版として、 ワークベンチ2.0を搭載したアミーガ500をリリース。ユーザーインターフェースは進化したものの、ワークベンチ1.3を搭載していたアミーガ500との互換性に乏しく、いくつかのアミーガ500用のゲームが動かなかったために、ゲーマーの不評を買う。一部のゲーマーは、アミーガ500にワークベンチ1.3をロードさせるプログラムを使って対処した。1992年。 アミーガ500の改良版として、アミーガ600をリリース。コモドールは16ビット機から32ビット機への移行機にあたって、16ビット機であるアミーガ500シリーズを32ビット機に対するサイレンラインと位置づけ、そろそろゲームコンソールとしての役目を終えようとしていた8ビットゲームパソコン、コマドウ64、128シリーズをこのアミーガ500シリーズで置き換える目論みであった。 コモドールはアミーガ600をレミングスなどの人気ゲームやグラフィックスエディタのデラックスペイントと抱き合わせにしてアミーガ500と同価格帯で販売したがすでにアミーガ500シリーズはゲーム機としては性能が陳腐化しており欧州のゲーマーは1990年末にリリースされたセガメガドライブにどんどん移行していったため結局アミーガ500シリーズは打ち切られ 本来上位機種と位置づけられていたアミーガ1200がゲーマー向け連鎖機種として投入される羽目になってしまう。1990年前後より欧州各国でオタクブームが起こり、アミーガ500でもアビジャやタリカンさんなど日本製アニメの強い影響を受けたゲームが多く、リリースされるがメガドライブにてリリースされる本家の日本製ゲームは質、量ともにアミーガを圧倒しており、 アミーガは欧州のオタク層の支持を失った。同じく1992年、アミーガ OS バージョン3と最新のアガチップセットを搭載したアミーガ1200とアミーガ4000をリリース。しかし経営は苦しく、特にゲームパソコンとしてアミーガ500に続くヒットが期待さたアミーガ1200対応のゲームが揃わないのが痛手であった。 安価な PC とはいえコンシューマー機よりもはるかに高価 p c a t 互換機でも VGA とサウンドブラスターが標準となったこの頃にはかつてのうな先進性は失われ市場もゲームメーカーも欧州にしかないなど様々なマイナス要素があったためであるこれまでアミーガ五百用のゲームを供給し続けてきた欧州のゲームメーカーもアミーガにおけるゲームの違法コピーの蔓延とメガドライブの 爆発的普及を見て、アミーガ1200より、売り上げが見込めるメガドライブ、あるいは PC、a t 互換機に乗り換えるところが続出した。アミーガの売り上げの低迷に加え、同年には、コモドールが、コマドウ64、アミーガ事業と並行して進めていた、PC、a t 互換機事業が失敗に終わり、事業を生産するなど、会社が傾き始める。同年、 当たりからは対抗場として、当たりファルコンが投入されていたが、すでに欧州でもホームコンピュータ市場が消滅しつつあり、当たりも経営が苦しいのには、変わりがなかった。両者とも業績悪化に伴って、ハードウェア開発が停滞しており、パーツのコモディティ化に伴って、どんどん価格が下がる PC、a t 互換機に比較して、価格性能比が悪く、 かつてのライバルであったアップルのマッキントッシュクワドラには性能面で対抗できなかった。アミーガの最新機種であるはずのアミーガ1200とアミーガ4000に搭載されたアガチップセットが ECS チップセットの小規模な改良に過ぎず、またアミーガ1200に MC68030 ではなく時代遅れの MC68020 を採用するなど当時の流行であった。 SVGA 対応のマルチメディア PC の対抗馬となり得なかったことはプロユーザーとゲーマーを大いに失望させた。なお1992年には日本ではアミーガで作成された CG が全面に出されたウゴゴルーガの放映がスタートしている。1993年メガドライブに奪われたゲーム市場を奪回すべくアミーガ1200を改良し ゲームパソコンではなく純粋なゲーム機としてデザインしたアミーガ CD32 をリリース。パソコンを元にしているとはいえ史上初の32ビットゲーム機であったがメガドライブのソニックザ・ヘッジホックに相当するキラータイトルが用意できずゲーマーにアピールするところがなく失敗に終わる。このアミーガ CD32 が実質的にアミーガ最後のハードとなった。 一方同年には、アたりもゲーム機アたりジャガーをリリース。ジャガーに注力するためとの名目でファルコンの出荷を停止し、ついにパソコン市場から撤退するが、アたりジャガーもアミーガ CD32 と同じく失敗に終わった。北米ではもはや映像のプロくらいしか顧客がない。アミーガを扱う小売店は皆無に等しく、欧州でもアミーガが売れているのはドイツとイギリスのみとなっていた。 1994年6月、アミーガの生みの親であるゼーマイナーが死去。その2ヶ月後に、コモドールは倒産する。アミーガ4000のタワー型筐体、アミーガ 4000T が型番的には、アミーガシリーズ最後の、そしてコモドール最後のハードとなっている。コモドール倒産前、ヒューレットパッカード社製のペンティアム互換 CPU、アガチップセットを上回る AAA チップセット搭載。 Windows NT 駆動のアミーガ6 0 0 0の製作が発表されるが、結局このマシンは日の目を見ることはなかった。コモドール倒産後、アミーガの半券は各社を転々とする。コモドール末期のハードアミーガ4 0 0 0 t などは半券を受け継いだドイツのエスコム社の下で生産された出荷数の方が多い。アミーガはドイツではまだ人気があったし、他の国でも 特定の方面には依然として大きな需要があったが、親会社の経営方針のために、倒産の時点でハードの開発が止まってしまい、Mac や PC に対して性能的にどんどん水をあけられ、一方ではライトウェイブなど主要なサードパーティー製ソフトのタキシエの移植も進み、徐々に表舞台から姿を消していく。時を同じくして他のホームコンピュータ。 MSX やイギリスのエイコーンアーカミです。日本では FM タウンズや X68000 などがこれに当たる、も次々と死滅していき、パソコン市場は PC、a t 互換機とマッキントッシュが接見するようになった。2000年代に入ってから半券を獲得したゲートウェイより独立したアミーガ社の下で開発が再開し、アミーガ社がライセンスしたパワー PC ベースの後継機、 アミガオネが制作されるなどしているが、すでに他機種と対抗できるレベルにはなり得ず、買い越しシャに細々と販売されている形であり、王子の勢いはない。それでも開発は継続されており、2012年、現在で最新のハードは2012年1月発売のアミガオネ X1000 である。一方、コモドール時代の旧アミーガに関しては、Windows や Mac 上にて動作する UAE など、 エミュレータが存在しており、そちらを利用している買い越しミシャもいる。グラフィック部分においては、標準とされたフォーマットである IF が、後の TIFF、タグ付き IF となり、サウンドにおいては、MOD、MED、クテ t モド等のフォーマットが、a m ー i g a 以外のパーソナルコピュータでも広く使われた。北欧をメインとするヨーロッパ地域には、 コマドー64などを利用したコンピュータによる映像作品、デモを制作するデモシーンと呼ばれる文化が存在していたが、アミーガの登場によってデモシーンは大いに盛り上がった。メガデモとはアミーガの1メガバイト足らずのフロッピーディスクに収まるデータでどれだけ秀逸なデモを制作できるかを競うものであり、現在に至るまでデモシーンの代名詞となっている。ヨーロッパで 最も普及した機種は、アミーガ500であったため、デモシーンにおいてもアミーガ500が、基本となった。わずか 8MHz の MG68000 を搭載した、アミーガ500が、CPU 的には、その10倍以上の性能を持つ Pentium や PowerPC を搭載したパソコンが主流となった1990年代中盤に、至っても、デモシーンの中心耐えたのは、 メガデモグループの技術力の高さとカスタムチップの賜物と言える。一方で、高品質なメガデモであればあるほど、アミーガ500に極限まで最適化されていたため、それ以外の機種ではまともに動かなかったことが、アミーガ600などの後継機の普及を妨げた一因ともなった。アミーガは低価格なパソコンでありながら、プロの間では、 高価なスキーのワークステーションイリックスに匹敵する人気を持ち、テレビや映像ソフトの制作現場でも大々的に利用された。サードパーティーが発売した拡張スロットを利用するハードウェア、ビデオトースターによるビデオの制御、およびその 3DCG ソフトウェアであるライトウェイブ、3D が有名で、マックスヘッドルームやバビロン語などの SF ドラマの制作に活用された。 日本においても子供向け番組、ウゴゴルーガに実際にアミーガで作成された CG が使用されていたほか、アミーガを代表するペイントソフトであるデラックスペイントを使用して作成された CG を使用した番組が多数存在した。元気が出るテレビの初期オープニングなどがその代表例である。コモドールが倒産した後も映像編集ソフトのパーソナルアニメレコーダー、パー、あのザリアリティ、 3DCG ソフトのライトウェイブ、アニメーションマスター、シネマ 4D などの主だったソフトは他プラットフォームにてリリースされており、特にライトウェイブは2010年代においても、なお業界の主流ソフトの一つである。欧米ではゲーミングマシンとして、アミーが500の人気が高く、北米では1990年頃まで、欧州では1990年代前半まで、名脈を保った。 アミーガから人気に火がついたゲームで、日本でも知名度が高いものとしては、ポピュラスやレミングスなどが挙げられる。欧米のみで発売され人気のある、いわゆる洋芸ーーも数多い。ちなみに、コモドールの本社はアメリカだったが、デモシーンの存在やゲーマーたちの指示によりアミーガは、アメリカよりもヨーロッパで人気があり、アミーガのメガデモ制作で名を成した若者がゲーム業界に、 スカウトされるなどの好循環のおかげで、ヨーロッパでは、アミーガ専用のゲームも多数あった。スピードボールや、エイリアンブリードといったアミーガの代表的なゲームの、いくつかは、現代風リメイク作品が2000年代以降の、今週末でもリリースされるなど、長い人気を持っている。また、今週末向けゲーム開発環境としても、少なからず、使われ、 日本では有限会社ワープの D の食卓の制作にも用いられた。当時は高度なフル 3D の映像をリアルタイムで描写できる家庭用ゲーム機は存在しなかったので CG ムービーと静止画をつなぎ合わせた記事 3D アドベンチャーとして発売された。他にはプレイステーション用ゲームウィザードリーバイガーディアの報酬のグフィックス制作にもアミーワは用いられている。 アミーガ OS2.0 以前には合成音声の性コマンドが付属しており、平沢進が自身の楽曲に使用していた。平沢は演奏やミュージックビデオ制作などにアミーガを多用する熱狂的なアミーガファンデリ、後にアミーガ OS4.0 の起動音も手掛けることとなる。また、キャノンのゼロワンショップの宣伝に使用された。 マックスヘッドルームの主人公もアミーガで作成された CG を用いていた。コモドール社はアメリカの会社であり、アミーガはアメリカ、ヨーロッパ、南米といったアルファベットを使用する国で普及した。しかしながら漢字やアラビア文字などが使えなかったため、それら非アルファベットの国ではあまり普及しなかった。コモドールジャパンからも販売されていたが日本語が使用できなかったため、 あまり普及しなかった。後に日本語入力システムが開発されたが流れを変えるまでには至らなかった。日本で1980年代前半にビッグマ -1001 やマックスマシーンをヒットさせたコモドールジャパンはコドール64やアミーガの販売に失敗し、1990年前後に活動を停止したため、それ以降にアミーガを入手するには秋葉原や岡マ町などに 数店舗存在したアミーガ専門店で購入するか、欧米から個人輸入するしかなく、いずれにしてもハードルが高いものであった。アミーガは画像や映像の加工処理に優れていたため一部のデザイナーやゲームクリエイターには絶大な人気があり、日本にアミーガを知らしめたテレビ番組である、ウゴゴルガに参加した個人クリエイターたちは軒並み、アミーガを用いていたほどだったが、一方で、 欧州でデモシーンを牽引したような一般の PC マーなユーザーの支持は得られなかった。日本では1987年に発売され、アミーガと同じく CPU に MC68000 を採用し、マルチメディアに強みを持ったシャープ X68000 が和製アミーガと呼ばれ、パソコンオタクユーザーの支持を得て、欧米のデモーンと比べても遜色ないハイクオリティな。 同人シーンを形成したが、シャープはパソコンが本業ではなく、積極的な展開を行わなかったことと、四十万円近い高価な価格設定もあって、大きなシェアを売ることはできなかった。アミーガが欧米でゲームハードとして支持された1980年代後期から1990年代初頭に、かけて日本では PC、a t 互換機よりさらに低いグラフィック性能しか、 持たない PC-8800 シリーズや PC-9800 シリーズが、ホビーパソコン市場で、過剰的なシェアを得ていたため、パソコン向けゲームは、コンシューマー機向けに比べて圧倒的に不利となり、コンシューマー機ではリリース不可能な成人向けゲームを除て、衰退してしまった。PC-AT5 換気の性能がアミーガを追い抜いた1990年代中頃には、 欧米のパソコンゲーム会社はプラットフォームを p c a t 互換機に移し、同時期に日本でブームとなった p c a t 互換機や Windows95 と共に日本に流入して洋ゲーして日本で字幕を引いた。アミーガは発売当初より複数の強力なカスタムチップを搭載していた。4096色パレット中16色表示。 内紙は32色表示、特殊モードであるハムでは4096色全部を表示、スプライト機能を有するグラフィックのアンスとデニセ、PCM 音源同時発音数4音とサウンド関連の処理を得意としたポーラの3つである。この3つのカスタムチップの組み合わせを後に教えす、オリジナルチップセットと呼ぶ。そして、これらのカスタムチップは CPU の命令を介さず、 独自にメモリにアクセスできる権限を持っていた。これをダイレクトメモリアクセスと呼ぶ。後にアクセスできるメモリー数を増やした ECS エンハンスドチップセットが AMI が500プラス、そして AMI が3000での標準カスタムチップセットとなった。なお、実際は AMI が3000の設計時には後に AMI が4000、AMI が1200、そして アミーガシリー32に搭載されたカスタムチップセットであるアガアドバンストグラフィックスアーキテクチャーまたはイギリスではアドバンストグラフィックスアレイと呼ぶチップセットは完成していたらしいがコモドールはアミーガ3000に搭載することをわざわざ見送ったらしいアガチップセットの内訳は画像関係はアリスリースというカスタムチップが処理し 音声関係は再びポーラが扱った。これでアミーガは24ビットカラー中256色を同時発色、特殊モードであるハムマイナス8では262144色を同時発色できるようになっていた。また、ライバル機であるアップルマッキントッシュは初期は白黒2色表示であり、アミーガより高価だったにもかかわらず画像表示の点で市場に与えるインパクトは 初代アミーガには到底及ばなかった。しかし、マッキントッシュは1987年のマッキントッシュ E で256色同時表示を実現し、後に24ビットカラーに移行していく。Mac の描画エンジンであるクイックドローはカラー化を考慮して設計されており、アミーガのような互換性問題はほとんど生じなかった。カスタムチップに頼らず、 ソフトウェアの工夫で様々な機能を実現するという、マッキントッシュの設計思想は、アミーガとは対照的であり、アミーガの強力なカスタムチップは互換性を保ちながら高性能化を図っていくにあたって足かせとなった点も否定できない。アミーガのグラフィック表示方式は、通常の Windows パソコン、またマッキントッシュなどと大きく異なる。これら普通のパソコンでの画像処理は、 ベレムという特殊ラムのメモリ一つ一つがモニターのクセルと関連付けられていて画像処理などに書き換わるビットマップ方式と呼ばれるもので高速なスクロール処理には向かないといった欠点を持つ。対してアミーガは Windows を採用する以前の PC-9801 シリーズなどと似たビットプレーン方式という画像処理方法を採用していた。 単色の画面を複数重ねることで多色表示をする構造でビットマップ方式と比べるとビットプレーン方式は色数が少ない場合にスクロール処理が比較的有利である。アミーガは使用目的に合わせて必要な画面の数を変えることで処理速度とメモリの節約をしていた。ベレムというグラフィック表示専用のメモリ領域がなく各種カスタムチップでメモリを共用していたからである。 アミーガ OS は当初はアミーガ DOS と呼ばれていた。パソコン用の OS としては、ほぼ初めてのほとんどが C で書かれた OS である。ブート用のファームウェアであるキクスタトとデスクトップ環境であるワークベンチから構成される。アミーガ1000開発時にブートロムの制作が間に合わず、発売当初はブートロムをキクスタとという名のフロッピーディスクで提供していた。 アミーガ500のリリース時には、キクスタトロム1.2が、ロムとして搭載された。当時のアミーガ500は、ロムが、ハンダ付けされておらず、基板に直接差し込まれていた。そのため、アミーガ500の初出荷の搬送時の衝撃で、ロムが浮き上がる事例が報告され、購入したユーザーが筐体を開けて、指でロムを基板に押し込んでいた。その後、アミーガのデスクトップ環境、 ワークベンチがメジャーアップデートを行う際にはシステムディスクと合わせてロムも同梱された。ユーザーは OS のアップデートを行う際に本体に接続されている旧バージョンのロムを取り外し新しいキクスタとロムに差し替える必要があった。ヨーロッパで多数リリースされたメガデモが要求するロムのバージョンは1.2だったため1.2と2.1のロムを2枚接続し 必要に応じて切り替えるボードなど、アミーガならではの周辺機器が発売されることとなった。なお、ミカウスはユニックスを模した独自開発のものだった。フロッピーディスクのみでも完璧なマルチタスクで動作し、アイコンサイズの無制限に DD880K フォーマット、ファイル名に256文字使用可能、と、1985年当時としては非常に画期的なものだった。 アミーガ OS4.0 の開発は2001年より開始し当初2002年リリース予定だったが権利の関係から開発会社に古い OS のソースコードしか提供されなかったこともあって大幅に遅れ2006年にようやくアミガオネ用の OS がリリースされたサードパーティー製のゲタを乗せた旧世代アミーガで動作するバージョンのリリースは2007年 OS のリリース前にが 生産終了してしまったこともあり、OS の開発会社とアミーガ社の間で訴訟合戦が行われた。なお、アミーガ OS4.0 の起動音を手掛けているのは、平沢進である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。